代表質問をこちら化させていただきます、はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。今の率直なお気持ちを聞かせてください。今までも優勝自分の中ではチャンスがあるかなと思いつつ、まあ、3番で終わったり5番で終わったりと不完全燃焼だったので、今回小池が残せて、まあ、オリンピック階級の優勝とは全然価値は落ちてしまうと思うんですけど、自分の中では、嬉しいです。とても、今日の試合振り返っていただいて、どういったところが勝利につながったと思いますか。2回戦の日体大の後輩の小川選手と試合した試合では、もうお互い手の内を知り尽くしている相手で、点が取れない中で、もう体力で、学生選手で元気なんですけど、僕自身も、高校教員の身でありながら自分に打ち打って自信を持って最後攻め切ることができて、そこで、相手を場外に出して1点を取れたことが、この優勝につながったと思います。優勝というのを手にしていて、いかがですか。次また世界選手権の、プレーオフがありますので、それに必ずこの階級の王者というプライドを持って、勝利して、世界選手権の方に出ることが次の目標です。ありがとうございます。代表以上になります。学者さんありますか。すいません、三重テレビです。はい、朝日高校の生徒たちに断定伝えますか。まあ、僕自身も生徒と一緒に練習をして、ここまでの成績を残すことができたんで、今僕3年生の担任を今させてもらってるんですけど、そのクラスはアスリートクラスといって、全員が部活に所属している生徒で、僕はレスリング部の顧問としてもちろんレスリング部の生徒に対して頑張ればここまでできるということを伝えたいと思いますし、学校の担任としても、他の部の生徒にも、努力すれば結果が出ると、練習は絶対嘘つかないぞということを伝えたいと思います。ございますか。以上になります。ありがとうございました。